はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。でこのチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をレビューするという内容になっています。で普段はビジネス系の本をご紹介することが多いんですけれども、もしあのレビューを見ていただいてですね、面白いなとか私も読みたいなというふうに思っていただいた方は、あの各動画の説明欄にですね Amazon へのリンクが貼ってありますので、まあ、そちらからご自由にご購入いただければと思います。でよろしければ、まあ、チャンネル登録とかまたグッドボタン押していただいてですね、あのコメント欄に読んだ感想とかいただけると、まあ、非常に励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。で今日は、こちらの本、価格の心理学という本をご紹介したいと思います。でこの本はですね、まあ、タイトルの通りなんですけれども、まあ、ある商品、この本の中では、チョコレートポットっていう、まあ、あの仮想の商品が扱われているんですけども、まあ、ある商品の価格設定に対して、まあ、人々がどういった、心理を、持つか、まあ、そういったことについて、説明している本になります。で、この帯にも書いてありますけれども、値段次第で売れ方が変わるということですね。で、あの当たり前なんですけれども、これは安くすればたくさん売れますよという単純な話ではなくて、まあ、そのなるべく高く、まあ、あのお客様に商品を買っていただく。でもちろん、商品が素晴らしければ高く売れるということもあるんですけれども、それだけではなくて、この価格の心理学というのを使って、どうすればなるべく高い値段設定ができるか、値付けができるかということを説明しています。で例えば、まあ、ポジショニングとか、あとアンカー効果っていう例がまあ紹介されてまして、この辺は有名なんですけれども、例えばあるコーヒーを売るときに、それをコンビニで売る缶コーヒーとして位置づけるのか、それともスターバックスと、対抗するような、まあ、ある程度ちょっとお金が取れるようなコーヒーとするのか、また私の知ってる限りだとコーヒー1杯5000円で出してる店も知っていますけれども、まあ、そういった高級なコーヒーとして出していくのか、まあ、そういうポジショニングによってももちろん取れる値段っていうのは変わってきますし、まあ、あとアンカリング効果っていうのは、人は500っていう数字を見た後に400円のものを見ると安いと思うんだけれども、300っていう数字を見た後に400円のものを見ると、高いって思ってしまうと、まあ、要はこれは証明されてるんですけども、何にも関係ない数字を見た後に、何か商品に対して、価格のイメージを持つと、その前の数字に引っ張られてアンカリング紐付けされて、感じてしまうとかですね、まあ、そういった内容が紹介されています。でこの辺は結構有名なんですけども、それ以外にもですね、例えばお客様に直接商品の価格を、あの値段をあの財布から出させるんじゃなくて、例えば他人に払ってもらうようなビジネスモデルであったりとか、代金を後払いにする、まあ、クレジットカードとか、まあ、ポイントも、まあ、それに似てると思うんですけども、つまり後でまあ負担をさせると、それによって、購入のハードルを下げさせるとか、まあ、そういった内容についても、紹介されています。なので、まあ、価格の心理学っていうタイトルなんですけれども、必ずしもその価格と心理学だけにとらわれずに、面白いビジネスモデルがいくつも紹介されている本として読むと面白いんじゃないかなというふうに思いました。で内容というか書き方としてはですね、各論でまあ書いてありますんで、あとは比較的あの研究成果の報告が多いです。なので、まあ、大きなストーリーがあるというよりは、全19章の、まあ、各章のですね内容を、あ、こんな例もあるのか、こんな例もあるのかっていうふうに読んでいくのが、まあ、面白いんじゃないかなというふうに思いました。で特にですね、まあ、営業部門であったりとか、マーケティング部門、また製品開発でも、まあ、お客様に近いようなところにいらっしゃる方には、参考になるのかなというふうに思いました。はい、今日は以上になります。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタンの方、またコメントの方もぜひよろしくお願いします。